はい、こんにちは。日本海格闘靴沢です。アツシ様、ファン B 様、アブクマ様、 SH4NGRIL4 様、クロ様、ケイちゃん仮面様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。昨年の犯罪認知件数は70万3000件、2022年の60万1000件から10万2000件増加、増えましたね、これね。特殊詐欺件数過去最多、まあ、被害届ね、児童虐待通報件数過去最多、自転車窃盗、暴行、傷害など該当犯罪 21% 増加、殺人や強盗など凶悪犯罪3割増加ですって。まあコロナ明けて、街に出るようになって該当犯罪増えたっていうのはわかるんですけれども、殺人や強盗など凶悪犯罪が3割増加、これなんかあのコロナと関係ないような気がしますけれども、世論です。ネットでなんとなく犯罪が増えたように感じていたが、実際増えていたとは。前年比10万件超増、ヒント不法滞在者。 NHK 報道では外国人犯罪を一切触れていない。人口減ってんのに犯罪が増えてんのか。こんなの明らかに外国人入れてるせいじゃん。万引きツアーするしに来る連中はいるし、偽装難民は来るわ、就労期限切れても居座るわ。 NHK は都合が悪いので外国人犯罪数の増加には言及しません。コロナが明けたせいとか苦しい言い訳と、不法滞在者25万人潜伏してんだから、せっせとね、あの車とか作物とか電線盗んでんだから、犯罪件数減るわけない、増えないわけないと思うんですけどね。不法滞在者毎年毎年どん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 増えてんだからさ、実習制度のせいで、それもこれもですね、せっせとせっせと不法滞在者増やす努力を続ける自民党のおかげですかね。バカだから身内買いされないとわかんないんだろうけどね、自民党議員バカだから。8日川口市の新芝川、身元不明の男性2人の遺体を発見。ほーらね、ほーらね、働きたくない一心の埼玉県警、自殺で済ませちゃいそうだなんて恐れておりますけれども、世論です。さすが川口や、いろいろ始まっちゃってるな川口。また日本人がやられちゃったよ。日本人とは書いてなかったな。川口治安悪すぎ、深夜は近づきたくない、駅前にたむろしてるし、たむろすんだってすぐ、暇なんだかなんだか、タムロすんだって。なんかあの一人が寂しいんだが、あの集まりたくなるような習性でもあんだが、街頭に群がるガみてえな奴らですね。試験です。報道に日本人と見られる、外国人と見られるって、記載がないんですよ。なので外国人が浮いていたかもしれないんだよな。川口怖えな。市民の皆さん、誠に、お気の毒様であります。十分警戒して、事件事故などに巻き込まれませんように、特に女性の夜の外出をお控えください。バカの自民党がですね、日本で出産した赤ん坊の未成年の保護者にも特別在留資格を与えてるんで、日本人女性を襲ってでも産ませれば勝ちだっていうクルド人がですね、日本人女性を狙ってると思われます。川口の特に女性、十分ご警戒ください。夜は出歩けないですね。なんであのあいつらのせいで日本人の行動が制限されなくちゃいけねえんだ。それもこれも自民党のおかげですね。せっせせっせと外国人入れやがってね。山口県山口市の JR、アジス駅、読めなかったこれ。アジス駅って読むらしいです。構内でレールとレールをつなぐ導電線のレールボンドが100箇所以上にわたって切断され持ち去られていた事件発生。この影響で宇部線は運転見合わせだそうであります。近くに住む90代女性、こんなことは聞いたことがなく気味が悪い、と話していた世論です。
ボンクラメガネの宝の仕業、完全にテロ行為、数からして組織的な銅線泥棒、マンホールさえ盗まれるご時世、銅線は高く買い取ってくれるらしいね。こういうのはテロ行為と同じ扱いしないと重大事故に発展するで、次はレールごと持ち去られると、不法滞在者のなりわいでしょうね、太さ2センチ、長さ80センチぐらいの銅線、金のも大変でしょ、これ感電の危険もあるしさ、数は100以上っていうか、これ単独犯じゃなくて、組織ですよね、複数犯の仕業ですよね、仕事が雑で荒っぽいのも日本人じゃなさそうな特徴ですよ、女性こんなの初めて、そりゃそうでしょ、日本人苦労してこんな、体力仕事をやっても大した金になりなさそうな犯罪する、どうせいくら売れっか知んないですけどね、とて苦労に見合わなくない、雑で荒っぽくてすぐ捕まりそうだし、防犯カメラですぐ捕まりそうだったんだけど、田舎だとカメラそんなに数ないんだろうか、じゃあカメラ増やすかっていうと当然そのコスト乗客が負担になりますよね、善良な日本人にとっても迷惑ですよ、岸田や自民党や関係省庁は絶対責任取らないけどね。9日日本政府、技能を学ばせる建前の外国人実習制度を廃止し、人材確保を目的とする外国人育成就労制度を新設決定、これ記事読んだら凶悪にした感じ、奴隷が欲しいって本音をむき出しにしておりました。熟練すれば実質永住も可能にって、凶悪化、実習制度よりも確実に悪化ですよ。どれぐらいで熟練ってみなすんか全然不明だし、移民政策といっても過言じゃないですね、そいつらの老後日本が面倒に見るようになるのかって話だよね。あと家族も呼ぶだろうしね、世論です、よりガバガバに呼び方変えただけだろ、奴隷制度からどう変わったのか、日本人の育成にを考えなさいよ。全くそうだ、外国人育成してる場合じゃねえよ、日本人育成しろよ、どうせ税金使うんだったら。今まで通り労働搾取、そいつら失業したらどうすんの、悪いことしたらどうすんの、岸田は責任取りません。異次元の移民対策は簡単に進む、逃げ出した奴らはどこに潜伏しているんだ、名前変えました、技能を身につかして世界貢献という建前を金繰り捨てました、より鮮明に奴隷が欲しいって名前にしました、逃げないように転籍、不可能期間を3年から2年に短縮しました、熟練者は実質永住できますって、などなど、ますますガバガバ悪化凶悪化、昨年の失踪者、実習生実に9000人、これがそっくりそのまま不法滞在者になる、現在25万人の不法滞在者が国内に潜伏中であります。そいつら働けないんでせっせと作物盗んだり車盗んだり電線泥棒に励んでますね、あとは偽造カード作り、転職不可能期間を3年から2年にしたところで3年我慢できない連中が2年なら我慢できるってとでも思ってんのかって、バカ自民党は、だから失踪者は今後も減らないと思いますよ私は、今年は1万人ぐらいいなくなっちゃうんだろうな、実質永住させて後期高齢者になったら保険は1割負担になるのかやって、その分若い日本人が割り食うのかって話、その頃には俺はもういいから勝手にしろって考えなんだろうがね、自分の子や孫やお家名も被害被るのにそれが見通せない、まるで獣、バカとしか思えない、岸田自民党、自民党のやってることはまあめちゃくちゃですよね。外国人労働者が欲しい企業や農家が勝手に募集して勝手に雇うんだったらいいよ、だけどそれじゃ来ないから政府が一括して人集め人売りしてんですよ。自民党政府がやってるのは人買い人身売買なんですよ。アメリカからもそう指摘されちゃってるし、岸田総理のですね実定もそれ関係の会社経営してます、主にですねインドネシア人を企業に販売する業務です。人身売買会社、これもですね日本端子と同じくですね議員の利権だろうな、川口の議員みたくですね逃げ出した就労者にですね自分の身内を害されないとわかんないんだろうな、バカの自民党の連中は、その他のニュース、日本政府少子化対策支援金の名目で保険料から上乗せ徴収する件で高齢者に
これ以上負担を求めるのは厳しいということで、74歳以下が9割負担するように調整と発表。6000億円集める必要だから、75歳以上の人から集める分は600億円になるぐらいに、まあ率を低くしたり上乗せ分小さくしたりするんでしょうか。日本の高齢者は弱者ではない。子育てするのは現役世代なのに負担増やすの。現役世代の負担を上げたらますます少子化など非難轟々でありました。自民党の日本人絶滅計画が着々と進んでるよな。で、外国人と入れ替えようって、河野太郎なんかどんどん聞かせてください。新しい日本人を作るなんて恐ろしいこと平気で言ってたしね。昨年の日本国、経常収支は20兆6295億円の黒字。毎日565億円が外国から流れ込んだ計算なんですけど、実質賃金は21ヶ月連続減少ね。生活は楽にはならず。その金一体どこに消えてんだろう。毎日565億円。無数にある公金中中の団体に流れ込んでんだか、企業が賃上げに使わないでケチくさーく溜め込んでんのか、なんだかわかんないですね。立憲の岡田幹事長、国民民主党と連携し、もう一度大きな塊を目指したい。衆院選の意気込み、語ってたんですけど、じゃあなんで分裂したんだ。一緒にやれないから分裂したのでは。ストーカーかよ。どう考えても、共産党の方が考え近いだろう、など、光の速さで突っ込み入っておりました。岡田はですね、立憲の中でも、とりわけのバカですんで、こいつの日本語全然わかんないもん、私。二階元幹事長、84歳の政治団体が、書籍代として3年間で3500万円計上してて、本屋かよ、と立憲に、突っ込まれておりました、国会で。1000円の本だったら3万5000冊買えますね。なんか本屋っていうより図書館ですね。まあ誰かにですね、書籍代の名目で金流したんでしょうか。それともですね、地元の出版社とか本屋とか養ってんでしょうか。あ、飼ってるんでしょうか。なんだかわかんないですけど、芸能人ネタ暴露で常習脅迫に問われているガーシー被告に懲役4年の求刑、執行猶予は5年までって決まってんで、懲役3年までの判決にしか猶予つきません。懲役3年執行猶予5年っていうのが最大です。これは決まってます。3年6ヶ月って判決でも実刑になります。求刑4年がですね、判決3年になる可能性は極めて低いですね。減っても半年だろう。ガーシーはかなりの確率で実刑になると思います。にしてもですね、やったらええやんって、そそのかした立花には、おとがめなしなのか。工藤会の会長はですね、指一本動かしてないのに、死刑になったけどね、それと暴露で得た人気で当選し、立花には政党助成金が入ったっていう利害関係者でもありますよね。犯罪で得た利益と知りつつそれを享受は共同正犯なんですけどね、共犯。立花が共犯にならないのは本当に謎ですね。誰か法律に詳しい人教えてもらえませんか。検察がやる、警察がやる気がねえだけなのか。東大がですね、学生行動ガイドラインを発表。こういうのは人権侵害なので、東大生はやめるように。彼氏いないの、彼女いないの、好きなタイプは、合コン行こうよ。なんで彼氏ができないの、なんで彼女ができないの。もう何にも話せねえな。今の学生は大変だなと話題になっておりました。まあおっさんの感覚だと、まあ、厳しく感じるが、今時はこうなのかもな。気になる相手にですね、彼氏彼女がいるか知りたい時はどうすればいいの。その人の友達かなんかに聞いてみんの。学生の本分は学業だ。子供が色気づいてんじゃねえっていうのも理解できますけれども、まあ世間の止まらないホワイト化で、ますます少子化進みますね。この世から、汚いものや醜いものをどん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 排除して、綺麗な世の中にしていきましょうっていうのがホワイト化ですね。これ止まんないですよ。しばらーく。あとは10年は止まんないだろうな。どん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 窮屈になってきますね。まあおっさんは諦めてもうしょうがないんだこれは。松本人志も30年前の昭和の時代だったら、あ、30年前でも平成か、
40年前の昭和の時代だったらまあ芸人ながらみたいで許されたかもしんないんだよね。今はダメですけどね。まあそういうことなんで、おっさんは諦めて、ホワイト社会に適応するように気をつけましょう。というわけでメール登院さん大募集であります。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。